昔あの、テレビの解説に、本参してた時に、アナウンサーの方があの、際どい、レフト線行って、今のファールですよねって言ったら、フェアウェイですって言ったっていう、あの時から。いや、フェアグラウンドって言ったつもりが、フェアウェイ行っちゃった。フェアウェイって言ったんですよね。まあ結構ある、そういうこと。ドラゴンズの話はもう十分よく分かったんですけど、他球団ちょっと行ったという情報も聞いたんですけど。まあ、セリーグでは、年上の監督って原さんだけなんだよね。そうですね。いや、みんな年下だし。年下ですね。やっぱり経由表してね、やっぱ行かないと。あ、近いですかあのドラゴンズの。近い。あ、うん。那覇でやってるから、泊まってるホテルからすぐ近くで、まあ、歩いてもいけるようなところで。で、ご挨拶に行かれて、うん、なんかで。ちょうど雨でね、野手が午前中やって、ピッチャーが昼から練習すると。そういう練習してて、午前中行ったから、はい、バッティングしてて、で、原さん、こっちにいますと。ということで行って、高橋由伸もちょうど来ててね、3人でずーっと、1時間くらい話したから。すごいですね。うん。あの、原さんの原タワーで座ったっすかいや、室内一緒だから。あ、そうか、雨だから。そうそう、普通の椅子に。晴れてたらね、あの原タワーで。でも、原さんのプロ入りでホームランは小松さんからそう、第一号ね。そういう縁がありますもんね。うん、年も一つ違いで、うん、当時のプロ野球を盛り上げた二人が、すごいですよね。やっぱ、ファンの皆さんが、本当にこれ聞きたいと思うんですけど、新庄監督の日本ハム、うん、どうですかね、今年は。もう今、どのチャンネル見ても新庄さん出てますけど。まあ、話題性はもうナンバーワンだね。あれだけでも新庄監督した方が正解だね、日本ハム。だけど、終わってみれば、もう最下だと思うよ。ああ、去年がですね、うん、5位という、まあ、ドラゴンズ同じなんですけど、うん。今年は6位だと思います。嬉しいですよね。うん、まあ、評論家はみんなそう見るんじゃない、まあ、?4 番中田翔選手もいませんし、ね。今いない。FA で3人抜けちゃったから。3人抜けました。知ってる選手いないもんね。打者がいないです。清宮くらいしか知らないもんね。本当に打者がいなくなってしまったんですよね、一気に。清宮とピッチャー吉田だったっけ吉田晃生ですか、うん、はい。まあ、あとね、あの伊藤っていう、まあ、気のいいピッチャーも、うん、日本代表いるんですけどね。ああ、そうだね。ただ、本当そうなんですよ。誰っていう、ちょっとね。ないの。そうそう、やっぱ、新庄監督が一番きつい時にやりましたからね。うん。しばらく育てる時期が続くと。かなり、時間かかるんじゃない、はい、そうそう。うん。じゃあもう球団のことも分かってた上で、まあ、そう思うとでね、うん、今度もう新しいドーム球場作るしね。はい。で、まあ、皆さんには今日はですね、これ開幕前の、ちょうど、まあ、収録ということでですね、今年のセパ、ちょっとまあ、だいぶ監督がさっきも言いましたけど、まあ、若いんですよね。ヤクルトがまあ、高津監督、うん、準優勝、去年ね、準優勝の阪神が、矢野さんが、まさかの、まあ、キャンプ前に今年で辞めると。これもちょっとね、ざわついたんですよ。あれ、一番だよね。それもね、そう、いろんな意見が、これ、やっぱそっち派ですよね。それは考えられないやんの。これ、選手のモチベーション的に、やっぱりそれを聞かされて、うん、キャンプして、まあ、開幕前、どうなんですかね。うん、次、監督誰やるんだっていう方が、そんな気になるんだよ。みんなその話題でも次になってましたけど、うん、まあ、しかもね、去年、ヤクルトの最後まで争っての準優勝のチームで、うん、なんで矢野さんがここで辞めるのかな。去年、矢野、俺辞めようと思ったんじゃないの？契約が今年までなんですよね。いや、去年までなんですよ。確かそうじゃなかったかな。で、ダントツで突破しててね。もう優勝だって言ってて、それで2位だったっけ？2位です。2位になってたんだけどね。まあ、その責任取ろうと思って辞めようとしたんじゃないの？それを、無理やり、ね、あの、入りしてもう1年っていう形で行ったんじゃないかな。まあ、あの、佐藤輝明選手のね、80打席でした、連続。あれは衝撃でしたね。ちょっと考えられないよね。すごいペースで打ってて、前半戦は。あれ、全く当たんなかったもんな、最後ね。まあ今年は本当また、ちょっとね、フォームを変えたみたいで、うん、頑張ってほしいですけどね。もう、しっかり終わるからね。ねあのまま終わるかって、終わるかって絶対ないからね。うん。うん、どう修正してくるか、ね。注目選手、ね。うん。まあそんな、ちょっと、まあ小松さんもあんまり言いづらいとこもね、解説とかもやってますからあると思うんですけど、まあセリーグから行きましょうか。どうですかね。準優勝は。なんとなくでいいんですけど、どういう。まあ、ジャイアンツはまだ外国人が4人来てないからね。去年3位でした。うん。外国人がまだ向こうでね、4人で練習してるらしい。そうなんですよ。
外国人の力っていうのはかなり、ね。みんな辞めちゃったんですよ。みんな辞めてね。去年までの。どれだけ使えるかだから、外国人がね。だそれがだからジャイアンツわかんないしね。ドラゴンズも補強はしてないしね。本来ならね、大砲一人でも二人でも取れればね、そうなってくると。まあ、最下位はね、広島だと思うんだよね。去年4位ですけど。いやもう鈴木誠也抜けるから。だから、メジャーはね、まだ、どうなるか分からないんだよ、まだね。ストライキするかも分からないって言ってるし。もしかしたら残るかも分かんないし、日本に。4番鈴木誠也、いないだけでやっぱ最下位。大きいね。最後はいないですもんね。大きい。4番いないんだもん。5位は。まあ、5位はって、まあ、そんな一個一個じゃなくてもいいんですけど、なんですけど、まあ。あとはまあ、横浜がピッチャー、また今永が良くなってくる。状態がね。良くなっていってるしね。今永選手が2桁をしないときついですよね、うん。ピッチャーがね、やっぱり横浜も、ピッチャー揃えばね、うん、まあ、横浜もちょっと苦しいかなと。はい、ちょっとじゃあ B クラスかなっていうのは今のところ前、あと阪神もね、やっぱり監督が、やめるっていう。あれでいっちゃね、モチベーション下がっちゃうしね、選手もね。あとやっぱキーマン、藤浪選手ですかね。藤浪、やっぱり佐藤じゃない？あ、佐藤選手、うん。打者の方ですか。うん、藤浪選手はいいですか？藤浪は2桁、もう僕は20勝できるモチベーションを持ってる選手だと思ってて、うん、去年も3勝でしたけど、まさか見てどうすかね、150キロ投げる、ちょっとイップスあるのかなと思うんだけど、ね、イップス見たいですね、なかなか飲んでからない、イップスっていうのが飲んでですか、うん、だからそう期待はできないんじゃないかな、そんな簡単になるもんじゃないですね、うん、だから佐藤がどれだけ復活してるかと、その3チームが B じゃないかなと。なるほど。そうするとドラゴンズ。ドラゴンズはね、立浪1年目で、立浪さんのドラゴンズ1年目で、うん、結構あるんじゃないかな。お、うん、ドラゴンズ、ジャイアンツ、ヤクルトは強いですか。ヤクルトやっぱり去年の自信もあるしね。奥川君も、うん、2桁いって。奥川はまあ一応2年目のジンクスになるからね。まあベテラン石川選手。あでも40。僕はあんま変わんないですね。球技はあんまないからね、やっぱり、ね。大田がやっぱダのチームですもんね。うん、山田哲人選手もおるし、うん、村上選手もいるし。あの打線は羨ましいね。塩見選手のね、一番も怖いですしね。そしたらやっぱ A クラスは来そうだなと、うん。ジャイアンツはね、その外国人4人したい。4人したいしね。じゃあ、J がそこら辺でどうなるかっていうのは、まああれですね。うん、まあちょっとそういう見方で、うん、あのまたオープン戦から見ていきたいと思います。パリーグわかんない、あれ分かんないですか？分かんない、全然。これはあの、見てないからキャンプで、うん、もはや、うん、佐々木朗希投手が、自己最速163キロをこの間のキャンプで先週マークしたんですけど、驚愕の、それがですね、あの日投げたのが、50球中半分ぐらい160キロオーバー。うん、どうですか？乗って。去年2位です。この時期でね、163もで、出るもんなのかなと思うけどね。驚きでしたよ。絶対出なかったキャンプで。それどう見たらいいですかね。状態がいいのか、20球も160球も。もう3年目だからね。もう体もできてきたと思うしね。もう本当に中6日で投げれるようになればね。なれば、ロッテ面白いと思うしね。楽しみですね。楽しみ。じゃあ、今年ロッテは、ロッテね。ソフトバンクが去年4位だったんですよ。4位だ。もう誰もが優勝当たり前だろうというね。あの戦力だとね。あの戦力で。あの戦力だと、勝たないとおかしいんだよ。おかしいですよ、ね。おかしいんだよ、本当は。じゃあ、エクラさんがもう当たり前で。当たり前。まあ、優勝が当たり前じゃないですか。巨人とね、ソフトバンクはね。もうお金持ってんだから。4位だったんですよ。あれは。衝撃だったんですよ。だから、まあ監督も変わったんだろうけどね。まあ、今年、藤本監督になってね、ちょっと地味な監督だからね、ちょっとどうなのかな。うん、厳しい。まあ、ファームでやってた。二軍監督。だからよく、若い選手なんかよく知ってるからね。うん、その辺はいいんじゃないかと思うんだけどね。うん、じゃあ、まあ、まあ、王道でいくと、ソフトバンクが強くて、うん、そこにまあ、ロッテとか。オリックスがね、去年優勝してるし。オリックスと山本由伸投手率いる。今年も強そうですね。2年目、誰だっけ、ラオウ、ラオウ。ラオウが今年それだけ打てるのかなと思う、あれもあるしね。杉本選手ですね。うん、まあ、じゃあ、やっぱりそう考えると大混戦ということでいいんじゃないかな。わかりました。ありがとうございます。はい。